下今市駅は栃木県日光市今市にある東武鉄道の駅である。駅番号は TN23。当駅には日光線、鬼怒川線の両路線が乗り入れており、鬼怒川線は当駅を起点とする。日光線延伸工事の進展に伴い、1929年7月7日の新カヌバ市も今市間部分開通と同時に、 暫定的な終点駅として開設された。駅名の由来は、所在地自治体が今市町であった当時、上町、中町、下町の三つの字が存在し、当駅はこのうち、下町地内に設置されたことによるものである。開設当時は、下付電気鉄道によって、後に東部絹川線となる同社藤原線がすでに開業しており、同社が九百二十年一月に、 東武鉄道の子会社となっていたこともあって、当駅開設と同時に、藤原線、大山木から新今市間の当駅と隣接する箇所に、小倉町臨時停留場を新設し、連絡運輸の便宜を図った。さらに、1929年10月1日には、下今市東部日光間が開通し、日光線全線が開通した。また、同年10月22日より、 下野電気鉄道は、藤原線、大山向以南の路線経路を一部変更、従来の起点駅であった、国有鉄道日光線の今市駅に隣接する、新今市駅を廃止し、当駅を起点駅とするよう改めた。ただし当時は、河川電圧1500ボルト、期間1 6 7ミリメートルの東部日光線に、対して、下野気鉄道藤原線は、 河川電圧550ボルト、期間762ミ、mm、リメートルと規格が全く異なっており、列車の直通運転は1931年2月の藤原線前線1067ミ、mm、リメートル、回帰及び河川電圧1500ボルト昇圧工事完成を待って開始された。同時期に、東武鉄道によって進められた絹川温泉地区。 一体の観光地化政策によって藤原線の輸送需要は年々向上し、当初浅草方面からの直通運転は臨時団体列車の運行時に限られていたものが、1935年の優等列車用車両で波重軽電車の導入を機に週末運行の特急列車が藤原線へ直通運転を行うようになった。太平洋戦争勃発に伴う 戦時体制への移行の影響を受け、業績が低迷した下付電気鉄道は1943年5月1日付で、東武鉄道へ九州合併され、同社藤原線は木の川線と路線名称を変更した。終戦後の混乱期を脱し、観光需要が回復しつつあった1954年5月1日より、日光線東部日光方面発着の列車と、 絹川線新藤原方面発着の列車との並結運行が開始された。並結列車は全列車とも当駅にて分割、併合が行われ、この運行形態は2017年現在も継承されている。2015年8月、東武鉄道は2017年度をめどに絹川線内において蒸気機関車牽引列車の運行を開始する予定であることを発表した。 翌2016年4月には、運行拠点駅となる、当駅の改修計画も発表され、駅構内に、蒸気機関車の点検、整備拠点となる下もいま機関区を新設し、それら蒸気機関車関連施設の見学スペースを合わせて設置するほか、駅舎については、過去に、蒸気機関車が運行されていた、昭和時代をモチーフとするレトロ調のものへ、全面改装することが決定した。 また、JR 西日本から長戸市駅にあった転車台を譲り受けして設置することになった。2017年4月に駅舎の改修工事が一部完成し、共用を開始、以降同年5月に下今市機関区が開設されるなど順次整備が進められ、同年7月には駅舎改修工事竣工及び駅構内に SL 展示館転車台広場が開設され、 すべての工事が完了した。島式ホーム2面4線を有する地上駅。駅舎は線路の南側にあり、ホームとは湖線橋により連絡している。駅舎改修に際して、1929年の開設当初より存在する旧湖線橋に変えて、駅舎、ホームと駅構内北側の蒸気機関車関連施設を結ぶ新湖線橋を新設した。なお、 九古線橋は開通当時の景観を今に伝える構造物であることから2017年10月に東武鉄道へ今市駅九古線橋として国の登録有形文化財に登録されている。改修後の駅舎は前述の通り昭和レトロ町の建物に刷新された。駅舎入口に設置された駅名標は駅舎今下と右書きかつ旧字体で表記され、 外観のみならず、内装もレトロ調で統一し、改札口に隣接する待合室スペースには戦前、戦後のレトロなポスターを多数展示している。また、当駅は日光、絹川をはじめとする観光輸送の拠点駅である。ことから、駅構内の売店にて駅弁が販売されている。2015年までは、ホーム上にて立ち売り形式での販売も行われていた。 東武日光駅間区参加の駅長配置駅で、下小城駅、明神駅を管理する。1番線を日光線下り列車が、2番線を、絹川線下り列車が、3.4番線を日光線、上り列車と当駅で、東武日光方面、絹川線方面を折り返す、下り列車が、それぞれ使用する。SL、退場運転開始に先立つ2017年5月に、 蒸気機関車と後部補機のディーゼル機関車が配置されるしも、いまいち機関区が開設された。赤レンガ風の外観を有する、機関庫と西日本旅客鉄道より譲渡された、転車台を備え、日常の運転整備を行う施設として位置づけられている。また、同年7月23日には、研修施設の見学スペースである、転車台広場と資料展示施設、SL 展示館が、 それぞれ解説された。2019年度の1日平均上行人員は2436人である。近年の1日平均上行、乗車人員の推移は、下表の通りである。当駅は、旧、今市市域の中心部に位置することもあり、日光市役所本庁、日光市立今市図書館、今市郵便局など、主要施設が、駅近辺に点在している。その他、 日光杉並木屋二宮尊徳の墓所である今市宝徳二宮神社など史跡も各所に存在する。今市地,地区の中心街には商業ビル、ショッピングプラザ日光が立つが、同ビルを敷地内駐車場内に新築移転し、複合商業施設、日光ランドマークとして2021年4月1日に再オープンした。新ビルは地上4階建てで屋上には 直径25メートルで16台のゴンドラを備える観覧車を新設した。なお、東日本旅客鉄道日光線の今市駅は、東駅より南西方向に約700メートル離れた位置に立地する。特急、リバティケゴンに、下今市東部日光館のみ乗車する場合は、乗車券のみで乗車可能。ただし、座席の指定は行わない。特急、リバティキヌ、 リバテアイズに、下今市から、新藤原アイズ高原をゼ口チアイズ田島間のみ、乗車する場合は、乗車券のみで乗車可能。ただし、座席の指定は行わない。統計資料、ありがとうございます。